ボクシー SZ ハイブリッド走り出しております。新型ボクシー、まず感じたのはボディ剛性。トヨタの新世代プラットフォーム TNGA の剛性の高さですね。 TNGA を採用した車は全部いい車です。そして新世代ハイブリッドシステム、これがまた明らかにパワーがアップしてますね。特に実用域のトルクがこう増している。しかも燃費も上がってるんですよ。パワーも上がって燃費も上がってるんですよ。私がテストしたところによりますとですね、市街地でもリッター20キロぐらい走るんですよ。市街地でこのサイズ、この重さでリッター20キロ、これはすごいですよ。そして第3の驚きは、このボクシーから搭載されたプロアクティブドライビングアシスト。これはですね、普通にこうやって走っててもカーブの手前で自動的に減速してくれるんですよ。あるいは前の車に近づくと自動的に減速してくれると。普通ね、こうやって走っててカーブが近づいたり前の車が近づいたりすればブレーキを踏むわけですよね。それを車が自動的にやってくれると、カメラとかレーダーで、あと高精度 3D マップ、それと連動して自動的に減速してくれると。これがね、実際走ってみるととっても楽なんですよ。まあ、人間どこまでも怠け者になるもんでして、カーブの手前でブレーキ踏むのがめんどくさいってなっちゃうんですね。それをやってくれるっていうのがこんなに楽なのかと。どこまでもダメ人間になっていくなみたいな感じですね。ただですね、トヨタはちゃんとそこまで考えてる。ドライバーがどこまでもダメ人間になると危険だと。どうせブレーキかけてくれるんだろうと思われちゃ困る。だから止まるところまではやらないんですね。例えば前の車がね、急に止まったりすると、そういうこともありますよね。そういう時はちゃんと自分でブレーキ踏まなきゃいけないんですよ。止まるのは自分で止めてくださいよと。実際そのまあシミュレーターとかでテストすると、止まるところまで車がやってくれると全然そのドライバーがブレーキ踏まなくなっちゃうっていう、そういうデータがあると聞いております。このプロアクティブドライビングアシストはダメ人間にならずに楽ちんさだけ与えてくれると。この絶妙ですね、これね。軽快に四つ角を曲がりました。このボディのしっかり感が気持ちいいな。ミニバンにお乗りの方はね、まあ、当然ファミリーユース中心、ね、やっぱりカーブをこうギギギギギって曲がったりとか、そういうことは基本的にはまあないと思いますが、多分この車はそういった走りにも十分耐えるんじゃないかな。それでいてこうやって走ってると非常に相変わらず燃費もいいです。やっぱりリッター20キロぐらい走ってますよ。運転席から2列目シートに移動しました。このね、2列目シートこそミニバンの本丸、今本丸を味わっております。やっぱり本丸はこのホイールベースの真ん中辺にあるので快適ですね。乗り心地がいいな。何しろ広い。こうして2列目に座っていてもやっぱりこの TNGA のボディの剛性の高さを感じますね。剛性が高いと乗り心地がいいんですよ。安心感も高いんですよね。これで満足しない家族はいないでしょう。やっぱりね、ミニバンを買う方はね、家族第一に考えてるんじゃないかなと思うんですよね。自分の喜びよりも家族の喜び、家族の喜びが自分の喜び、そういう
感じじゃないかなと思うんですけどね。家族が喜べばもう自分の喜びなんかどうでもいいと、だんだんねカーマニアも家族ができるとそうなるのが常かなと思うボクシー最上級モデルの試乗でございました。最後に一点付け加えますと、こちらのボクシーこれだけ快適な運転および2列目、まあ、3列目もね快適だと思いますけど、提供してくれるだけあってお値段は374万円ほど、そこにこちらの個体ですとオプションが約100万円、なんだかんだで乗り出し500万円と、500万円オーバー、500万円って聞くとちょっとビビりますけど、まあ、これだけ快適なんだからもう燃費もいい、それもしょうがないだろうと、それだけの価値が、まあ、あるわけですよね。実際このボクシーものすごい納車待ちです。撮影時点でこうハイブリッドだと8ヶ月待ちと言われております。もう感服いたしました。